シャランダージャーハオチャの意味だ天国家夫人です。あ、書画天国作家の中谷忠志です。はい、ということでですね、今日もね、中谷忠志くんの個展会場、題名何でしたっけ、凛子送信ですね。凛子送信の会場、はい、ジャックの豆の木からお届けしてまいりますけれどもね、はい、今日は何をやりますかと言いますと、中谷先生の講義でございます。講義というちょっとね、まあ、大丈夫でもないですね。書、はい、ってどうやって見るの、はい、多分ね、書道、特に天国をね、書、うん、から入ってる人って分かりやすいと思うんだけど、うん、天国から入っちゃった人って書、うん、ってどうやって見たらいいのっていうところ結構悩むところだと思うんだよね。そういうところをね、ちょっと中谷くんが、うん、中谷くんの観点の書の楽しみ方的なところをね、うん、ちょっと教えてもらえればなと思って、はいはい。まあ、今回ね、古典の方でもね、うん、出させていただいてるんですけど、うん、この書の見方というですね、はいはい、これは二階堂、鎌倉市の二階堂のカジュアートスペースっていう、シェアアトリエがあるんですけれども、うん、田中真紀子さんという織物の方がね、はい、主催してる、はいはい、ところの、機関誌っていうんですかね、年4回出されてるものの抜き釣りをね、ちょっと置いてます、うん、はい。で、初めて書を見ようとする人が、うん、やっぱり一番引っかかるのは、うん、まず読めない読めないよね、うん、というところからわからない、ね、まず草書が、うん、まず字、根本的な字が読めない、その次漢文書かれてて漢文が読めない、仮名、うん、で言ったら昔の字すぎて読めない、うん、金文っていうテンションに言ったらもう、うん、もう意味わかんないっていうところ、うん、それはわかんないですよね。そういういろんなわかんないがこう、はいはい、複合してもうパニック起こしちゃって、はい、ちょっとわかんねえや、うん、じゃあもう作品から離れてしまうって、ね、うん、ね、いうことがあると思うんですよ、はいはいはい。で博物館とか行くとね、うん、とっても書の作品って多いんですね、うん、で書の作品ってこうやってきちんと表層された、うん、現代人のものだけじゃなくて、うん、昔に書かれた人の手紙とか、うん、あと公文書とか、うん、そういう、まあ、愛とあやる墨と筆で書かれたものであれば、うん、書の範疇に入るんですよ、うんうん、で、そういう、まあね、幅広い書の作品をちょっとこう、うん、見ないで遠ざかってしまうのは非常にもったいない。なぜかというと、うんうんうん、書っていうのはその当時を生きた人の、まあ、生な記録なわけですよ。確かにね、完全に自分の手でその人が筆を、うん、墨をすり筆を取り、うん、持って書いたわけだからね、うんうんうん、有名無名ね問わず、うん、 そうだね、その人の生きた時代の、うん、空気感を映してる、うんうん、で例えばですね、うん、まあ、仏像でも仏画でも、うん、まあ、伝、まあ、空海、国とかね、うん、あったとしますね、うんうん、でも、まあ、基本的にそういう専門的な技術が必要なものというのは、うん、彫刻する作家がいたりとかね、うん、画工という絵を描く専門の職人さんがいたりとかするんですけど、書、うん、っていうのは人間が言葉を扱っている以上誰でも書きうる、書くことができるものなんですね、うん、だからそういう意味でも昔の偉人の、うん、まあ残したものとして、うんうん、生のこう体験をこう、うん、追体験できるのは書しかないと言っても過言ではないと思いますね。しかも手紙なんか言ったらその人の気持ちが書かれちゃってるわけじゃん。そうなんですね。その思いとかさ、その時の感覚、空気感っていうのがあってさ、はいはい、それぞれ現代の書の、好みと過去の好みはそれぞれ違うわけじゃない、その美的感覚的なところ、そうですね、でおしゃれに書こうとするわけじゃん、当時のおしゃれを書いてるわけじゃん、かっこいいっていう、そうです、そうです、当時のそのモードっていうかね、うん、その最先端の、うん、そのものを書いてる、うん、あとは地域によってのこう流行性っていうこともあるので、やっぱりその土地のその空気感っていうのを映し込んでたりするね、うんうん、で特に書の、まあ、特性っていうのはやっぱり、うん、まあ、筆と墨、紙を使って線を書く、うん、その線っていうところがポイントで、うん、その線っていうのは、うん、もちろん文字をするためのね、その、道具ではあるんだけれども、うん、後戻りができないというところで、うん、ね、消しゴムないからね、そうね、消しゴムはないですからね、うん、消してもこうぐじゅぐじゅっとね、消したり点を打ったりして消すしかないですからね、後戻りができないということで、やっぱり書は一回性のね、芸術なんて言われてますけど、うん、その音楽性っていうかな、うん、その後戻りができない、うん、ただ音楽と違うのは過去と現在が同時に見れる、もう過去と現在って非常に短い時間かもしれないけど、その2分前とその今と、うん、あとその2分後とその時間の経過っていうのがですね、こう一時に見えるっていうのはまた音楽の違うところで、ね、特に音楽だと消えちゃうじゃない、ね、そうですね、それでいくら CD で残したところでそのものではないんだよ ね、 そうですね、もう別の機械の媒体が入っちゃってるんだけど、これアナログで完全に残るっていうのは、うんうん、書しかないの？書しかないですね、こういうものは。で、絵だと例えば画面の中でね、いろいろなパートがあるかもしれないですけど、こう上書きをされていく、で、過去のその線が、まあ
消されていったりとか、うんまあ、縫い潰されていったりとかってことがあって、うん、その時間の経過が、うんまあまあ、折り重なってね、こうレイヤーみたいになってるのかもしれないですけど、こう目を追って時系列で同時に見えるっていうのはその書の大きな魅力ですよね。しかもさ、その人のがさ、うん、幼少期の頃とさ、大人のが出てきたらさ、うん、その飛ばした空間も全部含めてこう、うん、出てくるわけじゃん、うんうん、そうなんですよ、うん、すごい魅力を考えると、うん、あのちょっと地盤の、ねはいはい、作品でね、うん、あの僭越な周知商業上、はいはい、あの大木氏のですね、うん、あの1年ぐらいかけてずっと臨床した、うんまあうん、ものなんですけどね、うんあのこれが第一冊なんです、うん、であのちょっと線が太い大きいの分かりますかね、こんな、うん、こんな感じになってますね、うんで臨床を続けていく間にその大きな気持ちの変化は実はないんですけれども、うん、あの一番最後の10巻目、うん、あの最終タイム、うん、あのタームになってくるとこんな感じであの線が細くなってくる、こなれてきたり、そうなんです、あの感覚が変わってきたりするので、うん、慎重に描いてるのが大胆になったり、滑らかになったりってことが変わってくるからね、でそういうのっていうのはやっぱりこうやってこう描いてみて、うん、あの振り返ってみて初めて分かることで、うん、描いてる最中はそんな意識ないんですよ、そうだね、うんまあ、だから書でも分かりやすいのさ、海藻の自助帳とかさ、あそうです、ね、最初にこう真面目に描いて途中からどうなっちゃったの、うん、みたいな感じ、もう字の大きさが10倍20倍もっとだからね、20倍ぐらいになってるっていう、そうね、うんうん、ああいうその気持ち の, その変化とかバイオリズムとかが、うん、あの同じこう紙面に時系列を追って定着するっていうのは、うん、もう小ならではのやっぱり魅力だと思います、ね、でその変化っていうのは自分でも気づかないことが、うんまあまあ、こうやって長くやってみて1年間かけて1年だってさらに1年の時間がここにこう入ってるわけだからね、そうなんね、そういう蓄積がね、うん、また面白さでもあるというところだと思います、うんうん、なるほど、なるほど、あとまあ書のそのなんていうんですかね、こう美的な感覚という点でいくと、これはまあ技術的な話になってくるんですけれども、うんうんうん、墨を継いで、で線がだんだんかすれていきますよね、うんうん、でかすれていってでまた継ぐということによって、うんうん、あの奥行き立体感が出てくるんですね、うんうんうん、あの書をやってる人にはね非常に一般的なことかもしれないですけども、ね、あの潤滑を出すっていうので、うんこれさ悩むのさ、一般の人が見た時さ、うん、文の切れ目でにじましてると思うわけ、うん、でもさ書の人たちそういうことじゃなくて紙面構成でにじましてるから、うん、そこら辺がね一般の人ちょっとずれていく感覚かもしれない、そうですね、うん、あのそこはまあ純粋にその表現を取るか、うん、あと意味内容を取るかで、か、ねあの分かれるところだと思いますけれども、うんまあ、昔 の, あの古今集のね高野家とかのかな見たりすると、あ文章も意識してあの墨継ぎを意識してるのかな、歌の内容を意識してっていうのもありますし、まあ、あのそうでない、ね、ものもあったりしてもいろいろなんですけれども、まあ、その辺の感覚っていうのは非常に自由でいいんじゃないかな、表現はねそもそも自由であるべきものなので、紙面構成を考えるにあたって立体感が出れば、まあ、面白いかなと、その立体感も別に読めるってことなんですね、あの関わりのないところですよね、あとはその時代とか国、まあ、国といってもまあ大きく中国と日本なんですけども、あの時代国によってもだいぶ違う、でここにあの書の見方に書かせていただいたんですけれども、これ見えますかね、下のところにね、これがですね、あの北魏の時代の今から1500年ぐらい前の陽体岩造像記っていう、これ仏様をあの彫った時のですね、あの岩門、あの書いた人の名前を彫ったりしたもので、こちらがですね、平安時代の、小野東風、小野道風という人が書いた屏風土台、屏風のね、あの下書きになりますけれども、あの非常にこの国の違いと時代のまあ違いもありますけれども、右上がりな、あの力強い、ね、造像記と比べて、もう遣唐使もね廃止されて、日本の文化が花開きつつあったその日本の小野東風の右、ゆったりとした、ね、書風、これを見比べても全然こう書風が違う、であのまあ、字っていうのは、ね、表現がいろいろですから、あのその表現の違いの、次第も自然に味わうと、多分ね北魏の書とか見た時に、陸長系のね、見た時に、
正しい字って何なのってなってくるんだよね。そうですね、美しい字とは何か、うんうん、例えば今で言うと、うんうん、書写体みたいな、うんうん、ひらがなは広角、うんうん、漢字は広角、うんうん、書編は跳ねちゃいけないみたいな、うんうん、そういうところあるんだけど、うん、もうね全然違うんだよ表現方法が、うん、言ったら南と北も違うし、うん、時代によっても違うし、うん、だからこう言ったらまあね大串っていうところは入ってるのかもしれないんだけれども、うん、そこからさらに発展させたものがこう世の中にこういろんなところで個性というかね、そうですね、そういうのが広がっていくっていう、うん、その人の書き手自身の個性とか、うん、あと時代とか地域性とかいろいろなものをこう含みながら展開していくっていうのが書のやっぱり複雑な面白さだと思うんですね。ただ使われてる道具だけじゃなくて、まあ、その時代の背景とかも知っていくとよりその理解が深まるというか、面白くなってくるのが書の、深みだと思いますね。なるほど、はいはい、あとはその揺れ動く行 の、 動きですね、書っていうのは言葉を書いてるんですね、うん、例えば一字書っていう一文字だけを書くものもありますね、うん、では漢字一文字になりますけど、二文字以上になると、まあ、言葉文字列を書く、うん、詩文とか文章とか、そうすることによって行が生まれます、ね、量がその量が生まれるので、まあ、分量に応じた行の流れで、その行の流れの中に見える余白、行間をこうの揺れを楽しむっていうのは、でも書の一つの魅力ですね。特にそれは行書とか草書とか崩れた書体でよりはっきりと、ね、出てくると思います。特に赤徳とかね、手紙なんかから完全にこう、なんか悲しい時にはやっぱりぎゅうぎゅうに詰めて書かないもんね。そうですね、別れのさ、歌を書いてる時にもう満々の字で元気いっぱいには書かないんだよね、多分その当時だって現代だって、後々形式化してくると、ね、そういうことはあるのかもしれないけど、だけどそのやっぱりその歌の気分、うん、で今だとまたそういう、ね、書っていうのは、うん、漢文を読まないで書いちゃったりすると、うん、その内容とずれてるところはあるかもしれないけど、うん、それにしても今度はその文字をどう配列していくかっていうその行の揺らぎとかね、うん、その文字の美しさをどう見せていくかっていうところで、うん、変わってくるからね。そうですね、うん、内容がねこう理解した上で書かれればなおいいのかもしれないですけど、まあ書を素材としてね、題材としてね、こう漢文漢詩を扱うときに、まあ表現がこう優先される部分もね、ここ難しい、いろいろあるね。やっぱり純粋にね、まず楽しめるというのがね、一つの落としどころとして進めてみてもいいんじゃないですかね。はい、そんな風に思ってます。はいはい。まあ、書は読めなくてもその楽しめる、うん、で書かれたものの、ね、意味にこう従わないって言ったのは、昭和に活躍した前衛書館の飛大南国です、ね、うん、はいはい、の言葉がありますけど、うん、まあ、その人の先生の、ね、言葉を踏まえても、まあ、読まないでも書は分かる、うんうんうん、ただ読めてその意味内容が分かったり、その時代背景を知ることによってより深く楽しむことができるっていう、その2段階の面白さっていうのはあると思います、ね、南国でとてもこの間ですね、うん、登録、無形文化財ですか、うん、書が、うん、ね、うん、登録をされたということで、うん、書道が、うん、とても喜ばしいことな、あ、喜ばしいんだ、俺いろいろあるけど、まあ、ここで なんでかっていうと、うんうんうん、まあ、喜ばしい、そうですね、ちょっと複雑な部分もある、あるけどね、まあ、誰もが筆を持てば、うん、その文化財保持者というわけじゃないですけどね、書っていうのは、一番みんながその手近に携われる、うん、一番近い芸術、うん、アートじゃないかと思うんですね。うん、文字を使って言葉を書いて、その筆を取り、まあ、筆記具を取ってね、文字を紡ぎ出せば、もうそれは書になる。はい、ということで書の楽しみ方としては、はい、とりあえずそのまずね、先入観難しい、分かんない、読めない、でも絵を見に行った時ってみんなこれ何、抽象画面だった時何って書いてるか分かんないわけよ、ピカソ何書いてるか分かんない、だけどそれまずはね、本来はその意味を読み解いたら面白いんだけれども、まず取っかかりとしては、うん、その墨の美しさだったり、その行間のこの揺らぎだったり、今言ったようなことをね、うん、の取っかかりで、まずは好き嫌いから始まってもいいかなっていうね、そうですね、うん、この流れが綺麗とかね、うん、そうそう、この形が綺麗とか、線が、爽やかとかね、そうなんですか、その自然の景物とか、天気に例えてもいいし、風のね、この暖かさとか冷たさに例えてもいいし、何かその自分に引き寄せられるその感覚とか感性に重ね合わせて書を眺めてみるといいかも、風景のように見てみると面白いかもしれない。実際にどっかの農民が書いてるやつとか、豊臣秀吉が書いてるやつ、実際に筆を持ってそれ書いて
ってるわけだからね、うん、それが目の前にある、それが書だみたいなところ、うんうん、いや本当にね、やっぱ博物館はね、例えば千利休が書いた書状、いや、この書状の、うん前に千の利休が例えば実際に立って書いてたっていうね、そういうシーンを想像するだけでもやっぱりワクワクするわけですよ。しかもその手紙を誰かもらった人がいる、ついかそれがずっとどうやってここまで届いてきたんだろう、うん、誰も捨ててねみたいなね、そういうロマンがいっぱい詰まった書っていう ね、そういうのがね、このここジャックと豆の木で、はい、これがだってこれもさ歴史に残るわけだよ。だ例えばこの中に時間が、ね、こんなこうさっきのね、はい、この修辞商業の情報、この中にも歴史が詰まるわけだし、もちろんみんなが書いてくれた芳名録ね、みんなの名前書いてあるんで、そこにも、それぞれの記録が残って、いつ何時何が世の中に残ってるか分かんない、それを例えば500年後の人が見たときに、おこういうものもあったんだって発見、当時、その頃はもう文字を書くという文化がないかもしれない、もうね、コンピューターでやるか、もしくはテレパシーで全部文字が打てるかもしれない。だからこれを今、ある意味書の最終っていうかね、もうここから先がない時代にいるのかもしれない、だからその最後で残す我々のこのそれで、ね、せっかくその時代にいるんだから書を楽しめたらいいかなという、そうですね、この時代ね、まだ書を楽しめる時代なわけですよ、はい、そこでね、書けるんです、そう、うん、楽しまないその手はないので、はい、うん、ぜひ皆さんもね、機会があった筆をね、はい、こう取ってみて、うん、でもいい、自分の名前でもね、楽しんでみたらいかがでしょうか。はい、ということでですね、はい、ここはジャックの豆の木でございます。いつまで中谷君のことやってますか。10月のですね、31日の日曜日までやってますね。はい、天国図書館、ね、いろんな中谷君の世界が詰まっておりますので、よろしかったらね、Facebook とインスタもやってるのかな。はい、インスタもやってます。そちらの方もフォローしていただいてですね、はいはい、面白い世界が広がっております。ということで、はい、天国図書館、はい、私、中谷忠がお送りをしました。はい、ではまた次の動画で会いましょう。こちらはい、はい、いいね、完璧じゃん。ちょっとグダグダだったから全然グダグダじゃない。そうそう、演習、いや、うまいん、演習上であのさりげなくこう繋ぐから、うん、あ、これですね、都なんて南を目指す、あ、後ろに書いてなかったね、すみません、あのこれね、あの、うん、うん、大随所の楽しみ、随所とことね、これはあの蕎麦どことかの、これは随はあの従うっていうねの楽しみ楽、うん、至るところで楽しむ、どんなところでも楽しむ、でこれ模様はあの大正時代とか昭和初期ぐらいの名線、名線着物の柄